こんにちは。カルダのエーダーファンの皆様、今回ね、舞姫大学のナミさんの方からね、舞姫さんの方から動画の方を送っていただきましたんで、概要欄に貼ってますけども、カルダのエーダーのステーキング報酬が22回目ということを迎えまして、現在ですね、現在の価格でカルダのエーダー327円、その瞬間、カウントしたのが327のステーキング報酬です。これはね、ステーキング報酬ですから、もともと持っているカルダのエーダの量とはまた別でです。プラスアルファの利息みたいなもんです。その報酬がですね、日本円にすると現在価格で18万以上ということになっています。これはカルダのエーダを保有して委任しているということについて、18万円が自動的に振り込まれたってことなんですよね。これがこれからも続くわけなんですよ。これすごくないですか？いや、すごいですよね、ナミさんね。はい。それでね、カルダのエーダのステーキングに関して、このお金が、カルダのエーダが、まあお金ですよね、ぶっ飛んでしまうんじゃないか、ステーキングをしたがゆえに何か毀損するんじゃないかなっていうふうに恐れてる方がいるかもしれませんね。心配はないです。今までの方式と違って、カルダのエーダは手元に置いたまんま同じです。手元に置いたまんまステーキングという紐付けをすることによって報酬が振り込まれてくるので、ステーキングを委任したことによって、このね、もともと持っていたエーダが毀損することはありません。で、ステーキングをしている状態としてない状態、体のエーダ保有している保管場所は同じです。ですんで、リスクが変わったわけではありません。メリットだけが広がったんですね。ということで、理解していただければと思いますね、ナミさんね。で、現在ね、体のエーダの価格もう一回見てみましょうか。ナミさん動画撮った段階では327円だったんですけども、現在もね、ほとんど同じ325円っていう風にコインゲッコの方では出てますね。あ、でも今ちょっとね、ブラウザの更新に入りました。あ、327円同じでございます。ちなみにイーサリアムが最高値に今近い43万、ビットコインはなかなかの価格をつけてます。550万ですよね。順調ですね。オールグリーンですね。なんかね、今上位コインは結構順調に伸びてるとこです。ただね、ただアメリカのこれから金融の引き締めが始まりますので、もしかしたら金融業界、資金を引っこ抜く人が多いのかもしれません、ね、財政出動が終わって、これからね、若干緊縮財政寄りになるのがアメリカ経済です。さあ、それによって受ける影響、暗号通貨の世界にもあることは、覚悟しなければなりませんね。これをどう読むかなんですよ。これから私の動画の中でも解説していきますんで、お楽しみに。それではナミさん、また。